皆さんこんにちは。こんにちは。絵をしゃべろう美術の沼人展覧会プロデューサーの熊作と一気書きの画家虎吉が絵をしゃべろうしていきます。第2章、はい、花もすでにありましたけど、また花とそれからひまわりを巡ってっていうことですね、はい、で、また17世紀オランダの花、すごいなこれも。これ虫がいるんですよね、よく見るとね。虫いますか。いますよ、蝶々もいるし、左上に。ああ、いる、います、ね。ここにと、ここにも蝶々いるし、止まってるやつもいますよね、多分ね。あと、ここに蜂みたいなのがいたり。花瓶と花、虫と花とはね、密接な関係だから、完璧ですね、しっかりしてて。そうですね。この頃は、やっぱりチューリップバブルの頃なんですよね。ああ、オランダですかね、これ。そう。で、なんかこういう変なまだら模様のチューリップはめちゃくちゃ高かったんですよ。そうなんですか。そういう高いチューリップをみんなに見せてあげつつ、こういうガラス瓶が光ったとこも本物じゃないのに本物みたいでしょみたいな絵ですよね。で、こっちはまた19世紀のフランスなんですよね。このスペンドンクっていう人はベルギーだと思うんですけど、はい、いかにもオランダの生物画の流れを組んだみたいな。だけどフランスで活躍したんですよね。マリー・アントワネットの頃に。いっぱいいますね、うまい人は。いや、うまい人は挙げ出したら、その時代時代でちょっと有名な人はみんなうまいですからね。ああ、そうでしょうね。うん、これもだから、17世紀オランダ生物画のフランス版って感じで。ああ、これはいいですね。だこれがやっぱりね、モンティセリってなんかゴッホが影響された画家ナンバーワンって言われたりするじゃないですか。はいはい。ちょっとゴッホっぽいとか、ゴッホよりこっちの方が先輩ですけど。はい、ありますよね。やっぱり絵の具をね、物質として、物として待ち得るっていうんですか。そうそうそう、マティエールとしてのね、絵の具効果ね、そうなんですよ、出ますよね。この人なんか珍しいですよね。だって時代から言ったらブグローと同じようなもんでしょ。そう、ぴったり同じですね。同い年ぐらいでしょ、ね、これ。そう、それこそ1820年ジェロームと同じ年ですよ。ブグローム2世。そうか、ジェロームか。だからその時代にこのね、絵の具のぐちゅぐちゅっていうマチエールで残してたってすごいですよね。すごいっすよね。人物も描いてるしね。そう、モンティセリはね。だからゴッホってモンティセリのことベタ褒めしてますもんね。出ますね。でもブグローも褒めてますけどね、ブグローのことも。そうなんですよ。ゴッホって、ゴッホに限らずアンリ・ルソーなんかもそうですけど、ああそうだそうだ、お前違う絵描いてるじゃんって思うんだけど、言葉ではブグロを絶賛してますよね。絶賛してますね、アンリ・ルソーもね。お前ぜ真逆だろうと思っちゃいますよ、ね、そうそうそう、それだけうまさで言ったらすごいんでしょうね。ブグロ本当にうまいと思うけどな。でもやっぱり背景の草、森とかそういうの、森とか海とか見るとクールベとかモネとかの海とか森はすごいですよね。それはね、ブグローのあれはスタジオでよく写真撮るときにあるじゃないですか、背景。そうそうそう、そんな感じで見ます。このモンチセリはね、やっぱりすごいですよね。ちっちゃいけどね。ちっちゃい、すごくちっちゃくないけど、これ欲しいもんね、本当にね、この絵ね。素晴らしい。モンチセリはゴッホを語るときには欠かせないのかもしれないですね。モンチセリこそ欠かせませんね。これね、昔ね、日本でね、はい、モンチセリいっぱい持ってる人がいて、はい、ブリヂストン、当時の今のアーティゾンね、そこでその人のコレクションの展覧会確か やってたと思う。あ、やったのかもしれません。私もなんか持ってるよ、その時のパンフレットが語る。あれどうなったのかな、あのコレクションね。いや、どうなったんだろう。これだけの絵なんだからちゃんとまとまってあるんじゃないかな。そうね。それこそ西洋美術館でモンティセリの部屋作ったっていいぐらいですよね。
そうそう、それかもう何だったらアーティゾンで全部コレクションごと持ってる。ああそうだそうです。といいけど、まあどうなったんでしょう、分かりませんけどね。ちょっとモンチセルは注目かなと思いますね。注目です、素晴らしいですモンチセル。今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。コメントご質問お待ちしております。